いどうもーたっとっとちょっといたいはいどうもーたちょいちょいはい楽しみ週後半の時間ですよ。今日ですねこちらでございます。はいどうでしょうか。天才味付け卵焼き卵、明るすぎるな、明るすぎるね。まあいいか、天才味付け卵焼き卵に、あ業務スーパーのもうめちゃちょっと食べながら説明しますけども、すごいとんでもない安い大爆発のウインナー、ランチョンミートトマトでございます。あたす、ちょっと食べながら説明しますけど、はい、いただきます。本日その前にこちらでございます。熱いな、熱いな、ごめんなさい、ごめんなさいっておかしい、冷房つけます、いきます。最近気に入っております。はい、乾杯乾杯乾杯です。今間違ってこれ飲もうとした。冷やしすぎてなんだかわからなくなっちゃったから、今日は冷やさないで飲もうと思って冷やさないで飲むけど、ちょうど真ん中ぐらいがやっぱいいやし、いいらしい。でも冷やさないで飲むのも結構昔からやります。美味しいです。さあ行きましょう。このウインナーです。なんかちょうど特売の時期なのかなんか知んないけど、1キロでね400円しないぐらいだったんじゃないかな。びっくりします、びっくりします。いきます。ミスター健康木島ですから、肉ファーストで。嘘でしょ。あの値段でこの味？嘘でしょ。すごいトマト美味しい。うん。トマト美味しい。最高。いやすごいなこれ。すごいな。信じられない、いくらだったっけな。レシート見ないと分かんないけど。天才。天才です。今日の天才味付け卵焼きも。やっぱり天才です。最高。おいしです。また外国のマヨネーズ先生が冷蔵庫にね。ああだす。だす。だす。これだよ。これですよ。これですよ。これですよ。信じられないほど1キロであの値段かっちゅうぐらい、もう美味しいウインナーですけど、マヨネーズ先生でさらにパワーアップする。まあ当たり前だけどさ。
贅沢だ贅沢だ。僕のような一人暮らしの男にはちょうどいい。これぐらいで、うん、いいですよ。大量に安価で、さすがに一気にさ、一気にね、このウインナーを1キロ分食べようって気持ちはならないです。もったいないから。でも、もったいないからっていう理由だけで、行っちゃいたいなって感じに。もうちょっと、ハングリーでってこう若くて、若くてっていうかもっともっと食べれてね。あれだったら行っちゃうねこれ。20代の頃だったら、このウインナー1キロ1回でいっちゃうかもしんない。1回でいかなくても食事2回では、うん、どうやってんのこれ、何使ってんですかと、何で作ってるんですかと疑っちゃうこれ。こんな安くてこんな美味しいんだもん。今価格的に肉をね、くれるようになってきてるという話も聞いたりしますけども、まだまだその大量生産みたいにはなってないですよね。確かね、温室効果ガスなんちゃらかんちゃら、動物の倫理的なね問題なんちゃらかんちゃら、宗教的な問題なんちゃらかんちゃらとかの理由で、その人工的なその肉、うわっがいいんじゃないかというような話を何回か聞いたことがあるような気がしますよ。ぜひ食べてみたい。うんうん、なんと美味しい。ランチョンミートと玉ねぎとキャベツのこの、うん、幸せだ幸せ。これ冷凍庫に、もう冷蔵庫は小さいんですよ。で今パンパンであれではあるんですよ。だからあれではあるとおかしいな。パンパンだからあれなんですけど、こう余裕があったら冷蔵庫にね、
もう1キロ、もう1キロ買ってきてもいいかもしれない、これって思うぐらい。炒め物とかそういうのに入れてもいいだろうし、おでんとかシチューとかカレーとかに入れてもちょうどいいでしょ。頑張りすぎてない、でもちゃんと美味しいよ、うん、あ、いいね、うん、うんうん、本当美味しいな、信じられない。1キロだもん。400円ぐらい、うん。税込みでも400円ちょっとだったんじゃないかなって思いますよ。いや、素晴らしい。まだまだあるからね、まだまだありますから、また登場します。どういうのしようかな、ちょっと考えてやろうかな、本当に。ちょっとただ焼いて食べるだけじゃなくて、まあもちろん焼いて食べてもまだまだ余裕があるから、他のメニューにもちょっとアレンジしてやってみましょう。業務スーパーで驚くべき量1キロでめちゃめちゃ安い中、そのすごい驚くべきっていうのはクオリティ、驚くべきのウインナー、ソーセージなのかウインナーなのか、ウインナーでしょうね、ウインナー。ランチョメイト2、トマトダン、天才味付け卵焼き卵のやつ、今日もとっても美味しかったです。